こんにちは、柴田です。今回は割と本気なエピフォンを2本レビューいたします。何が本気かというとですね、非常に分かりやすいところなんですけれども、ピックアップがね、素晴らしいのが乗っかってます。この ES335 なんですけれども、なんとなんとカスタムバッカー、そしてこちらのレスポールなんですけれども、バーストバッカーと、ギブソンの中でも上位機種で使われるピックアップが乗っかっているエピフォンなんです。エピフォンはね、もちろんね、値段だったりとかで個体差いろいろあるんですけれども、僕はね、あんまり悪いイメージはなくて、作り的にはね、全然ありだなと思ってたりもしたんですけれども、ピックアップがね、なんともなギターが多いなっていう印象で、そこ改善したらもっと売れるんじゃないかなっていうふうにね、個人的にはね、思っていたんですよ。そんな中ですね、今回千葉管楽器にこんなね、素晴らしいピックアップが乗っかった2本がね、入ってまいりましたので、早速レビューをさせていただきたいと思います。カスタムバッカーはね、誰もが憧れるピックアップですね。今やね、マーフィーラボとかにね、乗っかってますからね。まずは仕様だったりとか個体情報、あと生音をですね、鳴らしていきたいと思います。おお、いいなぁ。いや、やっぱね、素晴らしいっすね。やっぱ生音きらびやかっすもんね。ペグはね、グローバー、ネックはね、めちゃめちゃ太いっすね。58のレスポールよりも太い。フレットもしっかりしてね、上品。材はですね、マホガニーのネックにメイプルバックのポプラーなのかな。で、2ボリューム2トーンになっております。シンプル、至って普通の335ですね。生音やっぱいいっすね。で、特徴としてはね、ここにダイヤモンドインレイがね、入ってるんですよね。セミアコなんでね、音の大きさはね、もちろん他のギターよりもね、それよりはもちろんね、大きいんですけどね、キラッとしてますよ。で、続いてレスポールです。これね、軽いんすよね。 3.8。 やっぱちょっとね、抜かれてるんすよね。ネックはね、非常にいい感じ、剛球な感じっすね。太すぎず、細すぎず。で、リミテッドエディションエピフォンカスタムショップとなっております。ちょっとね、国産のに近いかな、印象としては。ギブソンほどのこう重心の低さはない。軽いけどね、軽快。ちょっとやっぱね、抜かれてるのもあるのかな、ちょっと軽快な感じ。では、リアから行きましょうかね。このフレームメイプルもね、いい感じっすよね。やっぱね、カラッとしててね、ジャパビン風な感じなんですよね。やっぱね、ボディがね、軽いんだけどネックがしっかりしてるっていうところで、軽すぎないサウンドになってますね。割と使いやすい。
割とオールマイティな感じでいけるんじゃないですかね。まあ現代音楽にも通ずるような感じ、使いやすい、なんかね、音作りがしやすい感じですかね。ちょっと歪みはね、後ほどにしましょうか。まずクリーンでね、335いきましょう。重量感はね、あんま変わんないかな。若干こっちの方がね、重く感じます。ではカスタムバッカーリアでいきます。いいっすね。やっぱカラッとしてて、ツヤ感もね、しっかりしてる。ミックス。やっぱね、なんかキラキラの中にツヤ感があるからね、おしゃれな感じしますよね。うん。で、フロントでーす。うん。出音が早い。レスポンスが早いんですよね、音の。では、歪みです。なんかね、突っ込みどころがね、ほとんどないというか、まあ、サスティもめっちゃいいし、ツヤ感もあるし、価格的にはですね、今ね、これが14万8000円で販売されておりまして、ハードケース付きで、インスパイアードバイギブソンカスタムショップという風なですね、ギブソンのカスタムショップとのコラボの335になっているという風な感じなんですかね。まあ、位置付けが非常に難しいですけれども、エピフォンの中では、まあ、上位に入る機種というところです。このサテンな感じの塗装もね、いいっすよね。で、続いてはレスポール。335よりはもうシャープな感じですよね。よりロックな。
ですが、まあこれもね文句のつけようがないんすよね。作りもね全然いいし、まあボディバランスもねもう全然悪くないっすよね。まあ80年代後半のねいいグレコをねちょっと引いてるようなね感覚になるというか、まあ印象的にはねそんな感じっすかね。でこちらはですね今ね 79,800 円ですね。まあバーストバッカーのこう2と3、これ単体で買ったらいくらなのかなっていうところではあるんですけれど、まあ8万以下だったらまあありかなっていうところですかね。2008年のリミテッドエディションのレスポールスタンダード59モデルと、まあ、マホガニーのネックにマホガニーのバッグで、メイプルのトップで、指板はローズウッドとなっております。ちなみにですねエピフォンのねこちらの335はですね、指板はねエボニーでございます。真っ黒グロです。でカスタムバッカーのね特徴でもあるんですかね、ちょっとねこのねメッキがね剥がれ気味、これがねかっこいいです。ちょっとわかりますかね、いい感じでね剥がれてきてるんです。私もですね最近箱物をねチェックしているので、これもねまあ候補の中にね入ってくるかなというところでございます。思想は千葉管楽器でできますのでお越しくださいませ。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。